高価論、高価論、大価論、高価論とは、19世紀半ばから20世紀前半にかけて、ヨーロッパ、北、アメリカ、オーストラリアなどの白人国家において現れた、黄色人種脅威論、人種差別の一種である。フランスでは1896年の時点でこの、言葉の使用が確認されており、ドイツ帝国の皇帝ビルヘルム2世が広めた、偶意が、によって世界に流布した。 日清戦争に勝利した日本に対して、ロシア、ドイツ、フランスが、自らの三国干渉を正当化するために浴びせた、人種差別政策で、続く、日露戦争の日本勝利で、欧州全体に広まった。主な論者に、効果というスローガンを掲げたドイツ帝国の皇帝、ビルヘルム二世が挙げられる。古来白人は、モンゴル帝国をはじめとした。 東方系民族による侵攻に苦しめられてきた。期待という言葉の直接の意味は、10世紀頃に、河北にて、領朝を建国した遊牧民族、吉丹を指すが、ロシア語においては、現在も含めた中国を意味し、北方への対外侵略を常としてきた吉丹と同一視することで警戒心、威風の意味も込められている。そのため黄色人種は、モスクワ大公国。 後のロシア帝国においては、タタールの首輝きとして、また、西ヨーロッパでは、アンチキリストがアジアから現れると信じられ、共に恐れられてきた。近代の効果論で対象とされる民族は、主に中国人、日本人である。特に、アメリカ合衆国では1882年に制定されたハイハナイ民法、1924年に制定されたハイニチ民法など、 露骨に反中、反日的な立法に現れ、影響が論じられる。効果というスローガンは、日清戦争前後の1894年から1895年にかけて、新聞、パンフレット、雑誌などのマスメディアに留付するようになった。それ以前に、効果という言葉こそ使っていないものの中国人の脅威を解いたミハイル・バクーニンの例が見られる。その後、 1900年のギワダ団の乱勃発までは、ドイツ帝国国内でさえ、効果とい言葉はほとんど無視され、対照的に、ライン側の西の第三共和成果のフランスでは1896年から1899年の間、言論会で効果がしばしば論じられた。ハインツ・ゴルビツアーは、著書、効果論とは何か、似て、 効果は1895年にライン側の西で発生し拡散していったと推定している。まず、イギリスで効果論が頻繁にジャーナリズムに登場するようになり、それがロシア、フランスに波及していった。フランスのアナトール・フランスは効果論の横行する世相の中、1904年に発表した小説の中でヨーロッパの白化こそが効果を生み出したのだと主張し、 反植民地主義を唱えた。効果」という言葉が生まれる以前の効果思想は日清戦争の講和条約に際してロシア、ドイツ、フランスの三国が1895年4月23日に一途三国干渉によって広まった。ヒューストン・スチュアート・チェンバレンの人種理論の影響を受けたドイツ帝国の皇帝ビルヘルム二世は効果を解くことによってそれまでの反スラブ主義と ハン・ゲルマン主義の対立によ、ドイツと敵対していたロシアを極東に釘付けし、さらに、ロシアと同盟関係にあった、フランス相手に、ドイツのヨーロッパにおける立場を有利にすることを、画策したのであった。三国干渉と同年の1895年の秋に、ビルヘルム二世は、自らが原画を描き、宮廷画家が仕上げた、偶意画を、ロシア帝国の皇帝ニコライ2世に贈呈し、 さらにその複製がフランスのフェリックス・ホル大統領、アメリカ合衆国のウィリアム・マッキンリー大統領らに配布され、このグイガのイメージは西洋世界に効果論を普及させるに至った。ところが1900年にギワダンの乱が勃発すると、ビルヘルム2世は同1900年7月6日にキール港にてギワダンの乱に派遣されるドイツ軍将兵に対して、 軍年齢でと呼ばれる黄色人支配積説を行い、7月に行われた幾度かの演説の中で、ドイツ皇帝は、新国の兵士をドイツ軍が捕虜にする必要はないことなどを訴え、このビルヘルム2世の過激な言動は、他の西洋諸国からも批判を受けた。さらに1904年に日露戦争が勃発すると、ビルヘルム2世は、 アメリカ合衆国のセオドア・ルーズベルト大統領に対し日露戦争が紅白人種間の人種戦争であることを訴えた。1905年9月5日に日露戦争の講和条約であるポーツマス条約が締結された際には翌9月6日のニューヨークタイムズ紙のインタビューにてビルヘルム二世はドイツ外交当局の意図を超えて顔を訴え日露戦争の勝利によって 列強間の門戸解放政策を崩しかねない日本をアメリカ合衆国の力で対抗させようと試みている。第一次世界大戦が勃発し、中央同盟国の一国であるドイツに対し、連合国の一国として日本が参戦すると、ドイツでは高下感情が蘇り、雑誌、いや、には、ビルヘルム2世紀のグルイが、オパロディにした、対日風刺画が掲載された。 ファシスタイタリアの統領、ベニート・ムッソリーニは、1931年の満州、事変勃発以後のイタリアの中華民国支持政策や、エチオピアへの領土的な野心から発した、当時の日本とエチオピアの関係大英の対抗から、1934年に、日本人に対して、効果論を表明し、杉村陽太郎中尉日本大使と衝突している。19世紀半ば、 新朝が衰退し、イギリスをはじめとする西洋諸国によって反植民地の状態に置かれた中国では安定した生活を求め海外に移住するもの、家境が出始めた。ちょうどこの頃、1848年1月24日に当時はまだメキシコの一部であったカリフォルニア州で、金鉱山が発見されゴールドラッシュに湧き返っていたカリフォルニアゴールドラッシュ。 ゴールドラッシュによる後継機の影響もあって、西部開拓が推し進められ、大陸横断鉄道の敷設が進められた。近郊の交付や、鉄道工事の工夫として、多くの中国人労働者が受け入れられた、クーリー。1860年代より、カリフォルニアの白人労働者の間で反中国人、クーリー感情が高まっており、1869年には、 中国人を雇用する企業に対してアングロサクソン保護委員会と称する組織が脅迫状を送ってる。低賃金労働を厭わずに白人労働者と競争していた中国人労働者への反発から1882年に中国人排斥法が制定された。この1882年の中国人排斥法の成立は ドイツとオーストリアの反ユダヤ主義者思想的影響を与え、新ドイツ民族新聞、ノイエドイチェ・ウォックスチューングやオーストリアの政治家は、ユダヤ人をヨーロッパの中国人と呼んで攻撃する立場からこの法律に賛同する声明発表している。同じ差別を受ける者として、中国人に擁護的であったユダヤ人作家であるマーク・トゥエインですら、 1905年には黄色い恐怖の物語を執筆している。少し遅れて19世紀後半に日本人がハワイに移住を始める。1898年にハワイが米国に併合され、またカリフォルニア開発の進展などにより農場労働者が必要になると日系移民のアメリカ合衆国本土への移転が増加する。祖国では困窮しきっていた彼らは、 新天地での仕事に低賃金でも文句を言わずよく働いた。そのため、イタリア系やアイルランド系、いずれも熱心なカトリック教徒などの白人社会では、仮想を占めていた人々の雇用を、中国人移民や日本人移民などの黄色人種が奪うようになった。それが社会問題化し、効果論が唱えられるようになった。1880年代より、 北アメリカ本土のカリフォルニアに移住した日本人移民は1900年代初頭に急増し、急増に伴って中国人が排斥されたのと同様の理由で現地社会から排斥されるようになり、1905年5月にはが結成された。1906年4月のサンフランシスコ地震の後に悪化したカリフォルニアの対日感情のもつれは1907年に 日米当局による日本人移民の制限という形で政治決着した。この事件を契機にアメリカ合衆国では効果は日下として捉えられるようになった。その後もアメリカ合衆国の対日感情は強硬であり、第一次世界大戦後の1924年7月1日に配日移民法が定めされた。1909年にはが無知の勇気。 ザワラー・オブ・イグン・ダンスを発表している。オーストラリアでは1860年代より白人労働者によって反中キャンペーンが繰り広げられていた。オーストラリアでは労働組合が先頭に立って黄色人種排斥運動が展開され、オーストラリア植民地政府は降下論を出発点に外交政策を立てたため日英同盟を結んでいたイギリス本国の 外交政策とは大きな隔たりがあった。オーストラリアにおける中国人虐殺事件を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。